Hey guys, thank you so much for checking out this video.Today's topic is 大嫌いな仕事を続けないこと、または大好きなことを仕事にすること、どっちの方が大切なんでしょうか Alright, so, this is a really good question. 本当に、これはすっごい考えるといいことだと思うんですよね。大嫌いな仕事で生きていくっていうことを続けない。それをやめる。または、大好きなこと、本当にワクワクして朝起きたら、え、こんなことで生きていけるのね、本当に自分の心が望んでいることで生きていけるようになる。でどっちの方が大切だと思います ね、僕はですね、このトピックについて3つのポイントを見つけましたので、僕の3つのポイントを紹介できればと思います。まず最初のポイントなんですけれども、間違いなく僕が思うのは、ね、大好きなことを仕事にするっていうことをやるよりは、大嫌いなことを続けない方が、全然、全然大切だと思います。 ね、大嫌いなことですよもうちょっと苦手とかあんまり好きじゃないんだよなっていう感じじゃなくてもう本当 本当に仕事が大嫌いいっていう時これは本当にいろんなネガティブなエフェクトもういろんなことが起こるんですよね本当に自分の仕事が大嫌いっていうことを続けるとどのような毎日になるのでしょうかねこれちょっと論理的に考えていただきたいんですけれどもちょっと成功っていう面で考えてみましょうね成功っていう面で考えると一般的に考えるとね自分の仕事で 生活、理想の生活ができる。ね、もちろんね、なんか飛行機とか、ね、いつも高級ホテルとか、ファーストクラスいつも乗ってますとか、そういうことはもう大成功だと思うんですけど、そうじゃなくて本当に旅行も取れて、ね、毎日安心、安全な場所で住むことができて、収入も入ってきて、社会的に一般的には認められているっていう、このような成功ね、このような成功が、 まず、ゴールだとしたら、大嫌いなことを仕事にしながら、このような成功をゲットすることができるでしょうかね、どう思いますぜひですね、あの皆さんのコメントをね、考えを聞きたいので、下にちょっとね、コメントで入力していただけると、すごい嬉しいんですけれども、個人的にはですね、大嫌いな仕事を、ね、僕本当にやったことがあるんですけれども、大嫌いなことで、 成功するっていうのは非常に難しいと思うんですよね。ね大好きなことで成功することも難しいんですよ、ね。好きなことで成功することが難しい現実。これがリアルの世界ね。好きなことで成功するっていうのがそもそも難しいときに大嫌いなことで成功できますかって。よし、じゃあちょっと考えていくと大嫌いなことを仕事にすると何が起こります、ね、これね。 僕ね、あのね、僕20年代の時にこれ知らなかったんですよね。あの特に転職、就職、まだ若い方は大嫌いなことしか仕事にしたことがない方もいっぱいいると思うんですよね。もしそうだったらぜひね、コメントで僕に教えてください。本当に僕ね、これ気になってるんですよ。ここから言うところが結構、まあ、大きな幸せなきっかけになるんじゃないかなって僕は願ってます。ね。このポイントなんですよ。 大嫌いなことを仕事にしちゃうと、まず何が起こるかっていうと、仕事に行きたくなくなるんですよね。ね。特に、まあ、作業が嫌いっていうこととは別で、ね。なんか、これやってるの、またこれやらないといけないから、本当につまんねえなーみたいな、そのような感じじゃなくて、本当に職場が嫌い。ね。例えば、脅しをする上司がいる。 でこれ結構多いと思うんですよね。特に日本の場合は上司関係っていうこのバリューがものすごい大切にされてるんですよね。でこの上司部下っていうのが本当に愛をも で健康的な上司と部下の関係というのもありますし逆にこれが毒みたいな関係になっちゃう時もあるんですよね,ね上司だから、ね、先輩だからその人が言っていることを聞かないといけない先輩だから、ね、あの部下を殴ってもいい部下を脅してもいい部下を蹴ってもいい部下にだなあの怒鳴ってもいいみたいなこの毒,毒のような環境もありますよね。ね で、本当にこの人間関係とか、もう不安を持つような感じになっちゃう。職場に行くことが心のストレスになる。 職場に行くことがハートが痛くなっちゃう your、ねね。朝起きて仕事を考えるだけでお腹が重くなっちゃうあの。これよくサザエさん病って言われているんですけれども,もう日曜日の夜のサザエさんの,、ね、あのアニメが流れる時には自分が本当に仕事のまた月曜日明日月曜日だってなってお腹が痛くなっちゃう。僕も実際に、ね、土曜日の午後からサザエさん病になっていた仕事をやったことがあるんですけれども、ね、本当に職場に行きたくないということなんですよね。 でそうすると何が起こりますね。まず、間違いなく不健康になるんですよね。ねこれ関係あるのかっていうと、ちょっとね、まあ、僕、正直言ってこれ関係あると思います。不健康になるっていう、どういうことが起こるのかっていうと、まず、体の中にストレスホルモンが流れるんですよね。いろんなコルチゾールとかいろんなストレスホルモンが流れてきて、このお腹、 ね、特に女性の方があのお腹が痛くなって便があの出なくなるっていうようなこれもねストレスのあの。 が原因になって体に出てくることなんですけれども本当にいろんなコルチゾールとか不健康的なストレスホルモンが流れてくるんですよね脳がね大嫌いなことに行かないといけないっていうふうに脳の面からこれをよく心理的に考えていくの心理的かな脳のねこのフィジー p h y から考えていくと脳は生きるか死ぬかって考えているんですよね脳はこの判断しかできないんですよねこの 仕事、この職場は自分に危ないのか、危なくないのかっていうふうに考えるんですよね。で、ここで何が起こるかっていうと、この仕事は自分に危ない。でも、サバイバルのために行かないといけないんだっていうふうになっていくと、いろんな体にも不健康な、 結果が現れてきます。ね。これは間違いなく自分のストレスホルモンとか自分の姿勢とか。で、今度これが自分の食生活と私生活に変わってきて、ね。自分が睡眠不足になってきたり。 ねで。本当に辛い仕事が終わって辛い通勤が終わって家に帰ってきて何やるのって言ったら YouTube を見たりお笑いを見たりアニメを見たり中にはお酒をちょっと飲んだりとかね。いろんなことをやって辛かった毎日をちょっとでもリフトアップしようっていうことになって私生活が崩れていって今度もっとまた朝起きて寝不足で辛い仕事に行かないといけないんだっていう感じで本当に行きたくないっていう感じで本当に週末が来るまでね。わーってなってて ね。で、これが何が、次何が起こるかっていうと、ね。いろんなメンタルですよね。ちょっと鬱っぽくなってきたり、人間関係がもう本当に仕事が怖いっていうふうになるんですよね。で、ポイントがね、ここだと思うんですよ。自分の仕事が大嫌いだったら、仕事が終わったら仕事のことを考えたくないっていうことが現実になると思うんですね。で、仕事に 時間を使わない。仕事の中の1日8時間とか10時間とかの中以外の場所で自分の仕事に時間を使わないと何が起こるかっていうと自分がやっている作業の競合相手に負けるっていうことが起こり始めるんですね。ね例えば僕の場合だったら 今、あのね、カメラに向いて話しているんですけれど、もし私がこの仕事、今僕がこれをやっていることが大嫌いでも、考えるだけで鬱になる。ね、本当にこんな現場に来たくないっていうことをやっていると、何が起こりますね、もちろん自分の僕の顔の表情でビデオを見ている人はわかるっていうのは間違いないんですけれども、ポイントはですね、 ね、経験が少なくなるんですよね。僕が実際にカメラの前でお話しするっていう経験の時間が短くなるんです。で、世の中の大切なポイント、自分の収入を上げたいんだったら、もちろんビジネス、マーケティング、ビジネス、お金の流れっていうのを、ね、学ばないといけないんですけれども、もう一つ大切なことは自分のスキルを上げていくっていうことなんですよね。 自分のスキルが高いと市場が認めているようなクオリティでその市場の目線の中から高い結果を提供することができる高いプロダクト高いサービスをクオリティが高いものを提供することができると普通の場合は市場はもっとお金を払うんですよね例えば素人がねねみんなのなんかあなたのウェブページのデザインをやるか ね、それか電通とか博報堂のメガキャンペーンをやった人があなたのウェブページをやるかねどっちの方の人がお金を儲けられると思います、ね、それはスキルが高い人の方がお金が儲けることができるんですよね。 で、自分が大嫌いなことを仕事にしていると何が起こるかっていうと、このスキルが上がっていくときに必要になる経験ですよね。これ何年間かかるんですけれども、この何年間がね、もっと時間が必要になるんですよね。ね例えば本当に大好きでやりたいことをやっているっていう場合だったら、仕事が終わっても学びますよね。 ね。でも、大嫌いっていう人は仕事が終わったら学ばないんですよ。ね。だから最初の1ヶ月、最初の1年間はあんまりスキルが変わらないかもしれないんですけれども、この仕事を5年間とか、まあ、3年でもいいですよね。3年間続けていくと、仕事が好きな人と仕事が大嫌いな人のスキル、クオリティが全く違うようになるんですよね。これ普通の場合は。ね。なので、 ね。成功するっていうこと、一般的に成功するために必要になるのは、一つの条件としては、まあ、収入だと思うんですよねで。この収入っていうところを考えると、収入はどこから考えるかっていうと、市場が認めていれるクオリティを提供することができると、収入が入ってくる。市場が望んでいること以上の クオリティのサービスまたはプロダクトを提供することによって市場からはもっと収入が入ってくるんですよね。これは B2B、ビジネスがビジネス、プラス B2C、ビジネスとコンスーマーの場合も同じです。ね、これは 会社でも同じです。スキルが高い方が会社はあなたに高い給料を出してくれます。どうやって高い給料をゲットしていくのかっていうと一つの鍵は間違いなく自分が提供できるサービス、プロダクトのレベル。それがスキルに限られてくるんですね。スキルがと,とても大切なことになるんですよ。で、大好きなこと、大嫌いなことを仕事にしているとこのスキルの経験が スキルを上げるための経験に影響が出てくるんですよね。ねでね、不健康になったり、鬱になったりとか、人生がモノクロに感じたりとか、本当に、ね、この地球っていう素晴らしい星に生まれてきているんだけど、ね、自分が嫌いでやりたくないことを毎日続けている。 これは絶対続けない方が僕はいいと思います。本当に一般的な、大成功じゃなくても本当に一般的な幸せな人生を生きるんだったら、大嫌いなことを仕事にして続けるっていうのはやめた方がいいです。ね、これね、ちょっとね、キャッチトニー,ーっていうのがあって、大嫌いなことを仕事にして、辛いことを仕事にしている人の方がやめられないって思っちゃうんですよね。これ面白いんですよね。 本当に自分がブラックな環境にいると、このブラックな仕事は辞められないって勘違いしちゃうんですよね。論理的に考えると、一日でも早く別の仕事にスイッチした方がいいんだけど、ね、自分がその中にいると辞められないって思うんですよね。あの、失礼だとか、ね、僕が辞めると悪いことが起こるとか、ね、これは勘違いなんですね。これはね、あの別のビデオで話してるんですけど、これは心理的な、あの、 脳の,あの考え方で僕たちは we're pack animals, right? 僕たちはトライブとして生きていけるように DNA が作られてるんですよね。<laughs> なので、このピラミッドスキームみたいな感じでブラック企業に入ると一応このピラミッドの会社のね社長、ブラックの社長がトップでね、自分がその中にいるんですよね。このトライブから外れられたら外さ、このトライブ、この会社の中に生きていないっていうこと になったら自分は死ぬんだっってて脳が本当に思ってるんですよね,ねだからまず本当に自分がそういうところにいるんだったらぜひですねクリスの部屋を毎日見ていただければ本当にねあのねちょっとずつ良くなってくると思いますごめんね俺なんか自慢してるわけじゃないんで本当に僕もあのいろんなコメントが来て,いってましてね本当にか効果が あるらしいんですよ。で、もう一つは、あの、自分のジャーナリング、自分の不安を紙に落とすことによって、自分の不安を論理的に考えることができる。 ね、そして、あの、プラス、ね、ドクター・クリスのおすすめは、週3時間、自分の時間を用意する。週3時間、ストレスしなくていい。不安がない環境に自分を入れて、自分を大切に守ってあげるっていうこと。これがね、本当にね、本当に自分が本当にブラックな場所にいたら何をすればいいのかっていうのが僕の、まずおすすめなんですけれども、ごめんなさい。今日のトピックは、ね、大嫌いな仕事をやめた方がいいのか。 大好きなことを仕事にした方がいいのかっていうことなんですよねでこの大嫌いなことを仕事に続けない方がいいっていうのはこれで多分あのうまく説明できたと思うんですよねで次のポイントがこれなんですよ実は一般的な成功っていうのは大好きなことを仕事にしなくても一般的な社会的な成功は全然できることなんですよねだから全然安心してねっ いや、大嫌いじゃないけど、大好きじゃないんだっていうこと全然心配しないで、その仕事を続けながら幸せな人生で社会的な成功収入を上げていくっていうことで幸せに生きていくっていうことは全然できること。 なんですよねね、例えば僕の場合は今ライフコーチっていう仕事をさせていただいているんですけれどもまあ僕が最初に会社を作ったのが24歳の時で、ね、でっかいあのなんで,でっかいっていうとね、まあ、個人的にはでっかいなと思ってたんですけれども本当にあ,のあるあの、ね、ホテルのチェーンのゴルフ場を作るためにカルブいに砂利とか砂を ね、船を借りて、ね、大量な砂を輸入して、トラックとかをオーガナイズして、それをゴルフ場に届けるっていう仕事を、まあ、24歳の時にやってて、本当にね、環境を壊すような仕事。まあね、ちょっと僕の心と合わなかったので、それをやめたんですけど、それをやってたら僕は成功できたかっていうと、全然成功できたと思うんですよね。で、逆に僕が、なんか別の、なんか、あのね、なんか YouTube の作り方を教えるとか、ね、誰かのウェブサイトを作るっていうのを一緒にやっていくとか、 そのようなな仕事で僕は一般的な、ね、ある程度の成功を得ることができるかって言ったら全然できるんですよね。ねだからポイントは無理して大好きなことを仕事にしなくてもいいんですよね。無理して大好きなことを仕事にしなくてもいいっていうのが事実だと思います。ね、じゃあなんで大好きなことを仕事にするのねえ。 だって、大好きなことを仕事にしなくても成功はできるんですよ。幸せになることはできるんですよ。ね、で、僕が、これね、今朝ね、本当にちょっと散歩しながら思ってたことなんですけれども、なんで僕が大好きなことで生きていけるのか、生きているのかって、ね。やっぱり愛なんですよ。本当に僕は誰にも辛い経験をしてもらいたくないんですよね。 本当に僕はねみんな地球にいるみんな動物人間とかを自分だと思えるんですよね、まあ、動物を自分だって思うのは別なんですけども他の人がいてもなんかその人が赤ちゃんの時 だったことを考えたりするとそのの人が自分のようにめちゃゃくちゃ愛を送るることができるんできんすよ、ね、で、本当に僕が心の中から望んでいるのはこの美しい地球っていう宇宙のねすごい旅じゃないですかこれせっかくこう後にもみんなが来るからこの星をいい星にしてで地球と一緒に環境とマッチするような感じでこの宇宙のね この地球みたいな UFO なんか変やなこれ、ね。でもこれ本当にできることなんですよね。で、これを僕はするために今来てるんですよね。ねこれをしていくのが僕が本当に何でもできたらこれをやりたいっていうことなんですよで。僕は今実際にそれをやっている途中なんですよね。で、この道を歩いていくと何が起こるかっていうと2つあるんですね。1つはこの 愛ですよね,ね愛をもって人との関係が取れるようになるまあもちろんねあの本当にねこれねもちろんイラって、ね、渋滞してる時にわあとかね僕もね完璧な人間じゃないんでまだまだ勉強中なんですけれども次に何が起こるかっていうと恐怖が減っていくんですよね。 で、これが、なんかその、なんか大好きなことで生きていこうぜっていう、僕は本当に二十数歳の時に学んだのは、いや本当にインターネットでね、なんか自分がやりたい時に仕事して、で、インターネットに、で、商品を販売するから、工場もいらない、家賃払わなくていい、家賃がそのサーバーのお金になって、で、自分が新しい情報をアップして、で、そこで人がそういうね、 情報を購入してくれるから、ね、自由に生きていける。自分が旅したい時に旅ができるようになって、本当に自分が働きたい時に働けるっていう、ね、そのビジネスモデルに僕は本当にワクワクを感じたんですよね。それでもめちゃくちゃそれを勉強して、もう本当にね、10年以上かかって、ね、それが今実際にできているっていう状態なんですけれども、ね、 何が起こったかっていうと、それ以上求めていたことが経験することができたんですよね。 そのもちろんビジネス的なメリット、ね、その収入の面とか自分が働く自由に自分の働きたい時に働ける、ね、こうやってインターネットを使ってでしかもこのような人が幸せになるような情報をお届けすることによって他の人も幸せになってその人が幸せになるとその人の周りの人生の人たちも幸せになってそうやって環境が良くなって地球も良くなっていくっていうこんなこと知らなかったんですよね大好きなことで生きていくっていう前に。 で、これが実際にできるようになって、何が本当に起こっているかっていうと、ね、なんか僕の魂が進化できたっていうか、もし問題が人生の中で出てくると、それが今自分の魂が望んでいる、学べることだなって気づき始めたんですよね。 いろんな不安があるいろんなイライラすることがある怒りがあるこれをよく例えばジャーナリングしたりとか瞑想してよく考えて深く考えていくと自分のの不安の中には恐怖があるんですよねでこの恐怖を論理的に考えることになると自分の恐怖を手放すことができるんですよね。 でこの恐怖を手放すことができると何が起こるかっていうと人生の中で怖いことが一つ減っていくんですよねで本当にね僕が今一番求めているのは怖いことがない人生なんですよね,ねだからやっぱりこのお金もちょっとそういうことだと思うんですよ、ね、お金なんでお金持ちになりたいのかっていうと本当はお金がない人生が怖いんですよね ね、お金がなくなってしまうっていうこのこのアイディアが怖いんですよねでも実際にお金がなくなったらどうなるかっていうと多分普通の人は全然大丈夫なんですよ実際にお金がなくなったらねどっかのホームレスシェルターに行ってそうって言ってよしまた頑張るぞって言って真面目に頑張っていったら絶対復活していくわけなんですよ、ね でも、お金がなくなるっていうのが怖い。お金持ちになりたい。なんでお金持ちになりたいのっていうと、自分がやりたいことができないから、お金が入ったら自分がやりたいことができるようになるんだ。これも勘違いですよね。自分がやりたいことをや、今できることをやっていって、その方向に自分を動かしていくと、もっとお金が入ってくるっていう形にもなりますし、ね、実際にお金が入ってきたら得られることを、お金がなくてもできるようになるんですよね。 でこの、It's a higher frequency、このバイブレーション、普通のなんかね、あの波動っていうのかな、なんか別の世界なんですよね、この,この,この生き方が。 ね。例えばテレビっていうのがあるじゃないですか。ね。で、テレビのチャンネルで2チャンネルがめちゃくちゃ辛いと。いや、2チャンネルは NHK だからやめとこう。なんかね、使ってないチャンネルないかな。だから17チャンネルっていうのがあって、そこを見てると人生が辛いんですよね。本当にやりたくないことを毎日やってて大嫌いなことを仕事にして、本当に辛いんだって。人生が変わっていかない。ね。普通の場合は何をするかっていうと、そのチャンネルの中を、のあることを 変えようとするんですよね。チャンネルの中の出来事を変えたりするんですよ。でも、よく考えてみると、テレビって、ね、チャンネル17もあるんですけど、同じ場所、同じ時間にチャンネル100も流れてるんですよね。ね。だから何をしていくのかっていうと、このチャンネルを変えるんですよね。視点を変えていくっていうことができるようになってきた。ね、なってるようになってくる。 そうするとあれ見てるテレビは同じなんですけど違うチャンネルから見てるんですよねでこれで本当に面白い何かね言葉では説明できないすっごい不思議な、ね、大切なすごい素晴らしい、ね、幸せな世界がそこにあるんだなって僕は、まあ、最近本当によく感じております。 All right、じゃあねちょっとね最後の復習です All、right 今日のポね。今日のトピックは大嫌いな仕事を辞める方が大切か大好きなことを仕事にする方が大切かっていうこと間違いなく大嫌いな仕事を辞める続けないや今すぐ辞めるっていうことじゃないんですよ続けない、ね、これが本当に成功を求めている収入健康家庭普通の生活を考えていくと 大嫌いな仕事は絶対やめた方がいいと僕は思います。で次のポイントは 別に大好きなこともう朝起きてうわーみたいなことじゃなくても全然成功はできるんですよねだからそこまで大好きなことを見つけないといけないっていうことは心配しないでも全然大丈夫ですで最後のポイントなんですけれども大好きなこと本当に心の中から望むことっていうのを見つけてやっていくと必ずそれは自分が幸せになれることで周りの人も幸せになれること で自分の行動の結果がこの世の中をもっと良くしてくれることこの本当にねあのそして天も喜ぶこの四方よしっていう不思議なことが実際にありますのでこの考え方にも興味がありましたらぜひスタートキットでもこの中で話しているのでぜひねこうやってあの、ね、いろいろお話をコンティニューできたら嬉しいですありがとうございました see you next time. ありがとうございましたありがとう